国立ベストチャンネル。こんにちは、国立リストの松島です。今私は産業廃棄物処理委託契約書を作成しておりました。皆さん、産業廃棄物を捨てる際に産業廃棄物処理委託契約書が必要なことをご存知でしょうか。たとえ1回限り1品捨てるだけでも産業廃棄物を捨てる際契約書が必要になります。皆さんがゴミを捨てる際に業者の方で契約書が必要ですよと言わない業者は違法の可能性、不法投棄の可能性があるので気をつけてください。